バラエティダッシュマンの撮影ということで、もうおなじみとなっております。東京都大田区にございます凱旋門さんに来てます。今日のダッシュマンは3時間とルールとなってます。見たことない人もね、もしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ要は私がたくさんコインを出して、それに景品に交換して視聴者の皆様にプレゼントする番組となっておりますので、今日はたくさん出して景品取れるように頑張ります。でもね、早速景品コーナーにいるんですけども、凱旋門さん、もうねダッシュマンではおなじみの店舗さんで、ダッシュマン開催時にはね必ず見てこちらのねお酒のコーナーがあるんですよ。レアなお酒、日本酒だったりとか、あと今日はあるのかな、甘い系のお酒はまだでじっくり見てこう。まあこんな感じでね、お酒があったりとか、あとはねもう見つけちゃったんだこれ、私が偶然にもこの間買おうとしていた今女子に流行りのブラシですよ、タングルティーザーね。これはちょっとね取って帰ってね、みんなにもこれ良さ味わってもらいたいな。髪の毛長いね女性にはね、あとこの辺のヘッドホンだったりとかね、絶対に今日はね景品取って帰りたいと思いますので、じゃあまずは実践する機種を選んでいこうかな。いってきます。あ、なんかあれなのかな、バレエディも新外機と古いタイプと分けて設置してある感じだね。こっちが9だ。コインはゲットしたいってのもあるんだけど、投資も抑えたいってのもあるし、でもたくさん出したいっていうどうしたらいいと思う。とりあえずバジリスク3にしてみる。アキダイルヤカからだったらこれかなって感じ。本当はちょっとエウレカをしたかったんだけど、これにする。はい、それではみんなのために景品ゲットできるように頑張ります。よし、久しぶりのね凱旋門さん、明けおめじゃない、多分ね、すごく久しぶりだね。あ、一人だ。食事にどうぞ。お隠しだといいんだけど。食事にございます。召し上がれ。あ、すごい巻物いっぱい引く。あれ、ボーナスだ。違う、ボーナスだよね。ほら待って、揃えないようにしよう。巻物から入ったね。びっくりだね。わあ、すごいタイミングで引いた。おしょ、やったねー。57ゲーム巻物からの青びっくりです。ラッキーだね、これでここ入ってくれればね。ダメだったか、残念。わかんないよね。202枚残念。惜しいね、いい線いってた。もうこれでやめればあれじゃない、今ほら借りたコインの分もあるし帰れないくせにね得策な気がするそう、唐突にね、あんまり綺麗じゃない話で申し訳ないんだけど、私すごいね、あの蒙古タンメン中本が好きで、あの北極ラーメンが好きなので、昨日久しぶりにね北極を食べに行ったんですよ、多分今年初。 そしたらもう多分ね、その辛いものに対してのね免疫がもうねしばらく食べてなかったからちょっと薄れてて、もうね昨日調子に乗って北極頼んで、
水分も全部飲み干したらもうねすごい朝からトイレが辛くて今日もうね朝から泣いてたそう食べ過ぎよくないね本当ね。その時は美味しいけどもうね今日トイレで激闘乱舞してて朝から超辛かった。やりました。でもやめられないね辛いものはね。やりました。まだ痛いもん。私そういえばね2017年、まあ、趣味の一つでもある海外旅行一人でねどっか行ってみようと思ってそうちょっと企んでるんですよ。やっぱり行ってみたいところたくさんあるんだけど失礼いたします。その行ってみたいところにさ合わせて友達とさ寄って合わせるのも大変だしでそこでふと考えついたの別に買い物も買い物もあと観光も別に全部一人でもできるんだよ。そう誰かと一緒に行かなきゃできないなんてことはないんだからってなると一人で行くのすごい自由に行動できるしすごい楽しそうだなと思って。例えばビビリだからとりあえずは最初は自分が行ったことあるところに来ると思うとりあえずちょっとねよくさバックパッカーの子たちとか見てるとインドとかさ東南アジアとかさあと南米とか、ね、結構危ないところ行ってたりするけどさちょっとやっぱ怖いよね一人で行くには初めて。どこだろうなやっぱでもアメリカだろうな行くとしたら行き慣れてるところの方がいいね。玄之介様もおげんばの世継ぎと見合いをしようとはね。もうむずいねもはや後へは引けない。玄之介だねいや2回目ですよこれは入れたいね。ないねもうなんとも他愛のないもの。ダメだったもう結構半分ぐらい時間使っちゃったから移動しようかな。移動します。はいというわけでバディスレイから移動してまいりました。すみません結果が残せなくてでねもう残り時間も少ないのでちょっとね懐かしのクラシックジャグラーを見つけたのでこの台でちょっとね串を取れるぐらい攻めて出そうと思います。でなんでねクラシックジャグラーにしたかっていうとまあまだそんなに回ってないしレギュラー2回引いてるだけっていうのもあるんですけど私が前ね住んでたね初めて一人暮らししたね町のねもうしがないねホールがあったんですよ。ちっちゃいそこでよく売ってたから懐かしくなっちゃって5年ぐらい前かな。そうなぜかクラシックジャグラーがいっぱいあったんだよねその店ちょっと癒されようと思って。あこんな感じで光りましたかわいいねハッピーのランプより好きだなこっちの方がピンクだし。よいしょおー変な声出ちゃったバーバーバーですね。あどっちかな。すごいねもう呼んでるもんレギュラーを。リフレッシュして帰って台変えようかな。ね。
ちょっとね、こういう時は本当にね、当たらないと思うんだよね。はい、ごめんなさい、移動してきました。ちょっとね、後ろをパッて見たら、まあ今日の確率まだそんな回ってないから何とも言わないけど、まあ良かったので、とりあえず出し間だから、まあ、収支をプラスにするというよりは出玉をゲットしたいよね。で、景品に変えたいな。よいしょ、すぐ控えてくれるといいんだけどな。まあ、最低でも300枚はね、欲しいよね。あの、口取り替えなきゃ。あの素晴らしさをちょっとね、全国の女子たちにも知ってもらわないと。申し訳ないね。すごい嬉しいね。あ、でも私今までこんなのにサイン書いちゃっていいんですかシリーズはね、ヴィトンの財布だねに書いたことあるの。もう本当にね、だってヴィトンの財布すごい高いでしょ。10万ぐらいするでしょ。10万円が1円ぐらいの価値に下がっちゃいますよって言ったんだけど、もうそれでもいいですって言うから、そう、申し訳なかったな。ねえ、あ、帰ってた。タケミキャニスカム単独だ。イエーイ。やったー、やっと弾けた。もう涙出そう。嬉しいね、やっと弾けたよ。よし、ビッグ1回しか弾いてないけど、ちょっとね、景品を取るために1ゲーム連チャンチャンスだけして流したいと思いますね。ダッシュマンだからね。ねー、よし、流します。なんかグラグラで申し訳なかったです。本当にすいません。はい、実践終了です。いやー、もうね、かなりお見苦しいね映像を見せてしまい本当に申し訳ございませんでした。ということで、まあ、何度もチャンスあったんですけどね、今日はバジスリーとあとジャグラーをはしごして流したコイン300枚、まあ、とりあえず取りたかった第一希望だったこのヘアブラシタングルティザー取れました。なんとね、2個セットです。これ結構ね高いんですよ。一つがおうち用、もう一つが、ケースもついてる携帯用ということで、ポーチの中にも入れられちゃうこのね、サラサラになる櫛、1名様にプレゼントしたいと思います。気になるキーワードの、ありがとうございます。お父さんに応援されたね、うん。で、気になるキーワードの方が25、こちらを添えてたくさんのご応募お待ちしてます。という感じで、今日お邪魔した凱旋門さん、もうね、何度も何度もダッシュマンでね、撮影の方をやらせていただいてて、もうね、キーワードもね、25がもうおなじみとなってますね。これ覚えておいてください。そしてこの動画が配信される頃には、じゃーん、こちらも書いてあるんですけど、モンキーターン3ですね、こちらの方が導入予定、導入済み、どっちだろう、まあ、されてると思います。そしてね、パチンココーナーにもね、寝台の方が入りますので、近くにお住まいの方ぜひチェックしてください。あとね、やっぱり20スロー、ヤバチもそうなんですけど、凱旋門さんはとてもね、低貸しのコーナーもね、盛り上がってる印象なので、こちらの方もチェックしてもらって、あとはね、ジャグラーですね。今日で私ね、あんまりいい引きで見せられなかったんですけど、結構ね、いい台もちらほらあったので、ジャグラーで楽しみたい方もぜひ遊びに来てください。こんな感じ
じですね。今日はほんとね、最近みんなダッシュマンやってないし、私も久しぶりのダッシュマンだったから景品でゲットできるかですごく心配だったんですけど、無事にゲットできたんで、ぜひ応募してください。それではね、次いつになるかわからないけど、次回のダッシュマンも楽しみにしててください。それではまたね、マツでした。